こんばんは、うるわしゅメアリーでございます。ということでですね、画用紙で作ろうワイシャツとネクタ、今日用意するのはこちらです。ポン、興味ない人はごめんなさい。画用紙で折る折り紙みたいなことですね。このちょっと縦長の画用紙を用意してくださいね。まずこの半分に折ります。はい、半分のところでもう一回中に折り込みます。先ほど折った線に合わせて折ってください。で、逆側も。そうしたらこういう感じで斜めに上の部分だけ折ってください。こうなっていたものがこうです。 OK? いや、そうしたら忘れた。一回動画チェックします。 OK? 裏返します。こっちじゃない逆の方をちょっと中に折り込みます。そうしたらまたこっち側、この端の方を内側に折り込みます。え、合ってる？で、折り込む時にこの真ん中の線合わせて角を持ってきてください。で、こっち側も同じ、こういう感じ。この裏の状態にしまして、こっちのピローン出てる方をこっ、ねえ、ちょ、この出てるところを前に持っていきます。そしたらここのところに入れ込みます。わかりますか？こういう形になるはず。で、これでワイシャツの完成です。これが襟ね、襟で、次ネクタイ。ネクタイはもう一枚の形使いますよ。画用紙を正方形にしてください。このような感じで折ります。三角形、この真ん中の線に合わせて折っていきます。こんな感じ、裏返しにします。先っちょを折ります。こうやって折ります。したらちょっとだけちっちゃく、ちっちゃくだけ折ります。わかるかな？もう一回こういう感じ、わかりますか？これ取ったものを一回ちっちゃくこんぐらい折ってもらって、さらに一回折ります。そしたらこっちの面に来てもらって、この中に折ります。これで完成。ネクタイ、ネクタイっぽいね。で、さっきのワイシャツの後ろのちょっと出てるところをね、ここの部分に引っ掛けます。こうやって、あ、あれ引っ掛かんな、持ってきた、完成。じゃじゃじゃーん、ネクタイ大きめのワイシャツ。ネクタイ大きすぎちゃった。これみんなも学校でやってみてね。簡単？難しい？チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。ヘルメット、高い